覚の感動の再会をしている最中に、20歳の、いや、本当は老人なんだろうな、っていうおっちゃんが出てきた。はい、こんにちは、ブルーホースでございます。最後まで動画ご視聴くださいね、ぜひね。で、ついでにチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押していただけると、本当にこの胸喜びでございます。たまたま、奇跡と気に出会うことができた皆さんとですね、これから先もずっと繋がっていたい。そんな思いでいっぱいでございます。私、ブルーホースと申します。しがない30歳のサラリーマン。この2月のクソ寒い中、嫁さんと娘さんが寝た後に、一人、真夜中、しっぽりと、暖房も、こたつも、ストーブもない部屋、寒い寒いと思いながら、実況をしております。ぜひ、慈悲深い皆様。チャンネル。さて、一旦戻って、まあ、チャプター4の1が今からスタートしたんですけど、とりあえず、次に進んでいく前に、まあ、ちょっと強力な武器を取りたいなと思ってます。で、今なんでこんなチラ見をした、なんでこんなチラ見をしたかっていうと、ここの敵をちょっとぶっ倒すことをしてなかったんで、もしかしたら敵生きてるかもーって思ったんだけどね。あ、ここは普通に降りてくるんだ、処理。で、チョインとやって、で、ふっと、で、ふっと振り返って。で、ガラスを、ね、なぜか、ナイフで切り散らかしていくという、所業の無常。修行の無常？ちょっと何を言ってるかよくわかんないですね。で、向こう側、反対側、じゃあ回れない。そうなんですよね。キーボード操作って結構難しいんだよね。で、もう一回割っといて、で、ショット玉と線香、取れない。しまった。これを装填したところで、足りないよね。そうだよね。まあ、いっか。どうせ戻るときにまた敵が何体か出てくるはずだから、まあ、そいつらを蹴散らして、相手のスペースが空いたとしたら、まあ、そこを使っていきましょうかね。ああ、なんか微妙に一個ずつ残るな。そう。まあ、クソでもないんだけどな。まあ、アイテム、まあ、これどうなんだろうな。マネジメントがうまくいってるから、こんだけ弾が豊富なのか。それとも逆に、下手くそだからこんなに飽和しているのかっていうところだよね。皆さんだとどっち派ですかね。結構さ、あ、僕、ゲーム実況、他に小島店員さんとかさ、おとじゃさんとかっていうので、まあ、バイオやってるのを見たりするんですけど、まあ、あの人たちとかってもう、こう、結構遠慮なくバコバコ打っていくじゃないですか。僕、どっちかっていうと、今みたいに、こう、打って、体術使うとか、あるいは、ナイフで切り刻んでいくっていうようなスタイルでやってってるんで、そうそう、こう、今やってるみたいな感じで、うん。ちょっとでも弾節約しちゃおうぜっていう、こう、貧乏症発動みたいな。やっぱ、あれかな。そういう、ああいうさ、有名なゲーム実況者になる人たちはさ、そういう見せ方も上手なだけじゃなくてさ、そういう球をいっぱいジャブジャブ使っていこうっていう性格が功を奏してお金持ちになってって、で、僕みたいなこういう球をギリギリまで節約して、いざという時にしか使えませんみたいな貧乏症を発動してるようなやつっていうのは、やっぱりお金もたまらないっていう、そういう違いなのかもしれないよね。まあ、しゃあない、それは性格だからね。僕だから一般サラリーマンなんで、で30歳でしょ、30歳のサラリーマンの平均年収なんてさ、皆さんご存知の方も多いと思うけど、また僕も大体平均からまあ抜け出すことができないような、まあ、しがないサラリーマンをやってるんですけど、まあ、そう考えた時にね、やっぱりもう仕方ないよね、節約して生きていくことが前提の人生を今送ってるからね、まあ、もうちょっとこう大胆にお金を使えるようなくらい稼ぐことができればいいけどね。よし、オッケー。で、くるっと振り返って。まあ、いつかね、1000名を超えてきた時には、1000名を超えてタイミングにはね、うん。ぜひぜひ、まあ、ライブ配信だ。ライブ配信の仕方とかもね、ちょっとよくわかんないから、まあ、なんか誰かそれを知ってる、あ、そうだな。サウスチャンネルって知ってる人いるかな、まあ、この辺り。いないかな。このゲーム、このジャンルのゲームをやってる人と、サウスのゲームをやる人、見る人は、また別だったりするからな。遠い。腕が意外と短い。意外と短いというか、まあ普通に接近戦を考えるとあれだよね。そう。サウスチャンネルってやつが、いてですね、なんかよくわかんない、イラストのアイコンを使ってるゲームチャンネルがあって、まあ YouTube 上でだとなんだろう、ちょっと前はポケモンのスカーレット、バイオレットをやってたりとか、まあ普段は結構マリカーとか、あとスマブラとかやってたりしてて、まあなんか1月にね、広島旅行と、なんか、北九州旅行みたいななんか行ったりとかしてたみたいなんですけど、まあまあそれはいいとして、で、そいつがね、たまたま僕の、一番最初の、新卒で入った時の会社の同期なんでね、まあ僕は大阪に勤めてて、やつは、
広島じゃないや、広島じゃない、なんで広島だった違う違う、じゃなくて、どこだったっけ、あ、名古屋で、まあ、勤務をしてたっていうやつでね、うん。まあ、だから、勤務地は違ったんで、なかなか一緒に仕事をする機会とかっていうのはなかったんですけど、まあ、なんか、なんだかんだ、僕含めて同期が6人いて、唯一そいつだけ繋がってるっていうね、で、女の子2人、男4人っていう構成の、トータル6人の、まあ、中小企業で勤めるところから始まったんですけどね、うん。まあ、女の子2人からは、まあ、僕はなんか嫌われてたのか、2人とも LINE をLINE とか Twitter とかブロックされて、まあ、Facebook もなんか、いつの間にかしれっと消えてたっていうのがあるんで、まあもう一生多分繋がることはないんだろうなと思っても、別に自分の人生において彼女ら二人が何ら重要性を持たないと思うんで、別にブロックされたところで何の痛みも感じないんだけどね。っていうようなことを言ってるから多分ブロックされたのかもしれない。貴重なレッドハーブを拾うことができない。ぬぬぬぬぬぬ、金の装飾が入った化粧品もいいだろう。さあ、首里ついておいで。そうなんだよな、 Z ボタンが押せてなかったっていうことなんですよね、うん。まあ、でもさ、それはそうなんですよ、まあ、なんか自分の人生というか、その人間関係を築くのに、こう一人当たりの脳でこうキャパシティとして保持しておけるのかなんか150名とかってさ言われたりとかしてますけど、実際どうなのかって言ったら、結局その中でなんか恒常的に付き合ってる人たちって、まあ、ほんの数名とかなんで、多分両手いたら十分なんじゃないくらいの数だと思うんですけどね。だからそれ以上の人数になってくると、なんか本当に誰を大切にして自分の人生生きていきたいのかみたいなことを考えたら、すごい煩雑になっちゃう気がするんですよね。だから僕なんかもう片手いるかいないかだもんね。なんかちょっと前まで中学校、小中学校の同級生とかと、なんか たまたま中学の時の部活の先生が亡くなったことをきっかけに少し LINE とかしたりとかしたけど、やっぱり自然にそういうのもまあ一過性のもので終わったからね。だから結局高校の時にこの彼が倒れていることに何も触れないアシュリーの冷たさだよね。冷たいというか、まあ、そういうムービーシーンをあえて用意してないのかもしれないけどね、うん。さあ、ここからどこまで進んでいこうかな、まあ、とりあえず彼女を待たせて進んでいこう。ズル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 オッケー、ダッシュ、よし、じゃあ向かっていこうか。しゃー、このステージは一体何のために用意したんだっていうね、もうまさに侵入者がこっちに入ってこれないようにするために、まあ、まさしくなんだろう、こう用意したステージみたいなね、まあ上をシャカ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 倒しててたら全然、うん、なんらもう苦しむこともないんだけどね。いや本当にこれやっぱな謎なところが多かったりするよね、結構ね。さて進んでいきましょうか。まずはお金、ありがとうございます、ありがとうございます、よしよしよし、ピョンと飛んでね、オッケー。で向こうにいる、オッケー、結構弾が余ってるから、弾の使い方が大事なんだろうな、結構な、うん。まあ、ちょっと遠慮なくこれを使ってやっていかないと、逆にその肝心なその拾いたいアイテムが出てきた時に拾えないという逆事故が起こる可能性があるからな、うんうん。オッケーオッケー、で拾ってよし、でこれが上からまたなぜか降って湧いてくるから、とりあえず後ろ下がっていって、まあ、ちょっと安全なところからやっていこうかね。で、あ、そっか、こいつらが出てくるのか。こいつらが出てくるから、とりあえず適度にもう一体もぶちのめして、倒れている間に赤ちょこんと、はい、オッケー。じゃあこれで終わりっすね。よしよし、さてこれどんくらいまた追加で出てくるのかな。
ま、ああ結構あれだな。でもこれ、これなんか別のパートというか別のシリーズでやってた時に、今ここを守ってた番人を倒さなかったらなんかずっとこう永遠と出てくるみたいな、永遠というかまあ多分限りはあるんだろうけど、まあそこそこに出てきてるみたいなね。だからこういうのもこういうのもこういうのも、まあいいや、まあ、ちょっと今のはなんか もったいない気がしたから、ついついへへまあいろんなプレイヤーがいる中でさ、どういうプレイをしたらみんな面白いって思うのかとかってわかんないもんね。でも意外とさ、こうイライラしない程度に適度にやられたりとか殺されたりとかするっていうのがなんかこう結構ね、うん、いいのかもしんないけどね。さてさて、じゃあ向かっていきましょうとか、向かっていくというか帰りましょうか。この距離だったらアシュリー殺せんだ。まあこの段階では殺せないからあれなんだけどさ。よし、じゃあ弾拾って、じゃあとりあえず次のところをトロッコで、あれこれってか原動力なんだろう、これどうやって動いてんだろうね、すごい不思議なんだよな。なんかスイッチをしてさ、なんかディズニーランドとかのアトラクションとかでこういうの乗って進んでいきそうな感じするよね。オッケーオッケー、よし、じゃあごめん、恥ずかしい、今普通に壺落ちてんのかと思ったけど落ちてなかった、残念。じゃあ、どうしよう、もったいないな、拾えないしな、まあもったいないけども3発捨てましょう。じゃあやっぱさっきのあの一発だけだったかもしんないけど、やつを撃つのに使っとくべきだったかもしんないね。しまったな、そうやっちまっただ。まあ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 、そんなこともありーの。オッケー、じゃあ欠けた部分にはめていきましょう。はめはめは、はめはめは、はめ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 は、しかしこれはめただけでこう下がっていくっていうのが結構ね、どういう、 こう仕組みなんだろうなって思うよね。オッケーオッケー。あーそっかー、これ拾えないじゃん。もったいねえ。あ、そっか、いけたいけた。これで多分アイテムスペースが1個空いた。よし、そうだね、そうだね。ありがとうございます。あざすあざす。すいません、すいません。違うよ、間違えてるよ。こっち。そう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 。で、あそこのやつを、とか、あんなところに宝石はめたやつ誰だよ。先生怒んないから手を挙げてごらん。ほら。弾一発無駄に使っちゃったじゃん。そんなこともあるよね。ここに登っていって、こう、なんだろう、羊じゃなくて、給仕たちに、こう、演説を王様はしてたんだろうね。意外とその居住地的なところが結構少ないんだよな。だから中庭あるけど、あそこでね、まあ、エイダと出会ったあの中庭のところとかが、まあ多分、王様の寝室になるのかもしれないけどね。で、隣が食堂になっててね。食堂はあったけど、料理作るところがないんだよね。たまたま入れないのか、それともあの外部から料理を運んでくるから、そういう料理を作るところをあえて作ってないのか。あ、外側あれだね。初めて今チラッと見たけど、もうちょっとじっくり観察すればよかったかな。まあいいや。よし、じゃあとりあえず、ここの横にですね、セーブポイントがあるので、そこで一旦区切りとして終わりにしたいと思います。なんか、真考える人、みたいな。絵は落とす。ポケモンで言うとこの、叩き落とす。カジン。はい。じゃあ、区切りいいところまでやってきたんでね、一旦この辺りでセーブしたいと思います。もうなんかちょっとダラダラーっとした感じのトーク、あの、回になっちゃいましたけどね。まあまあまあ別にいいんじゃないでしょうか。まあ、しっかりと進めとることができてるんでね。まあ、ということでね、本日の動画は以上とさせていただきます。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してね。まあ次の回は割とまだ修羅場になる可能性は高いと思いますんでね。ぜひお楽しみください。ということで、本日の動画は以上でございます。また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。かぶっとんねん、おっちゃん。